アントワネット・ルイーズ・アルベルト・シュザンヌ・ド・モナコは、モナコ区への皇女、レーニエ3世の姉。モナコ公、ルイ2世の四次皇女、バランティノは皇爵夫人シャルロットとその夫ピエール、皇子の間の第一子、長女として、パリ16区の高級住宅街、パッシー地区で生まれた。母は、祖父の被着室死で、1919年皇位、継承権を与えられて、 モナコクへの生員となったばかりだった。父が隠れた同性愛者だったことが原因で両親の夫婦仲は悪く、1930年法的に別居、1933年離婚した。養育権は父が持ったものの、アントワネットは主にパリで祖父の影響下に育った。公女の教育は型にはまらない、自由なものだった。 第二次世界大戦中の1943年にドイツ軍がモナコを占領した。この時、アントワネットはあるドイツ人将校と恋に落ちて結婚を望むようになり、結婚問題は大きな議論を呼んだ。結局、ソフルイ2世はドイツ将校との結婚を禁じた。1949年モナコ校くらいに就いた弟、レーニー三世は当初独身だったため、 アントワネットが皇位継承順位第一位だった。公女は弟を退位させて、皇位につこうと格索したり、自分の息子が皇位継承者に指名される可能性を探ったりしていた。アントワネットの企みは、愛人で当時モナコ国民議会議長を務めていた、弁護士、ジャンシャルルレーの指示を受けていた。また公女は、 レーニエ3世を結婚から遠ざけようと、弟の交際相手のフランス人女優ジゼル・パスカルが、不妊症で、将来モナコ公費となっても皇位継承者は、望めないとの噂を流した。1953年、この噂が原因で、レーニエ3世がジゼルとの交際を諦めると、アントワネットは、モナコ宮廷のペルソナノン・グラータとなった。しかし、それでも、1956年4月に、 レーニエ3世が、米国人女優グレース・ケリーと結婚するまでは、アントワネットは、モナコのファーストレディとして、宮廷の模様仕事の中心に続けた。例えば1955年8月モンテカルロで行われた、モナコ赤十字社主催舞踏会に、レーニエ3世の同伴者として出席した。レイニエとグレースの結婚を契機に、レーニエとアントワネットの指定関係は修復された。 指定関係は1982年グレースコーヒーが自己死した時に最も親密になった。この頃にはアントワネットはモナコ国民にとって愛すべき存在となっていた。弁護士、テニス選手、アレクサンドル・ノゲと恋愛関係になり、間に3人の子供を設けた。彼はモナコグランプリを創始した事業家アントニー・ノゲの息子で、ノゲッケはスペイン系だった。 1951年10月23日または12月4日、二人はモナコクゲの承認を得ず、密かにジェノバで結婚したが、1954年には離婚した。ノゲは、レイニエ3世から在ジェノバモナコ総領事の肩書を与えられた。最初の結婚をした1951年、モナコクゲはアントワネットに、マシー・ダンシャク夫人の借位を授け、三人の子供も、 同じ社位を帯びることを許された。1961年12月2日、デンハーグで長年の愛人だった政治家、弁護士のジャンシャルルレイと再婚したが、1972年に離婚。1983年7月28日、モナコで10歳年下の英国人、バレエダンサー、ジョン・ギルピンと3度目の結婚をする。ギルピンの心臓発作による突然死のため、 この最後の結婚生活はわずか6週間で終わった。アントワネットは、エキセントリックで、短期で、厄介な女性と評された。動物愛好家であり、動物保護運動を強く推進した。1950年代、皇女は、ナンフツエズのビラ、ルブードモンドにアニマルシェルターを設け、多数の遺棄された犬猫を受け入れた。公女は死去するまでモナコの動物保護団体、 モナコ動物保護協会総裁を務めた。2002年、1962年モナコ憲法の後為継承に関する条項が修正され、後為継承権者は、元君主及びその兄弟姉妹の着出子孫に限ると、された。2005年帝、レーニエ3世が死去すると同時に、アントワネットとその子孫は、モナコ後為継承権者の列から排除された。工除は2007年まで。 モナコ赤十字社主催の舞踏会に毎年参加していた。参加の際は当時まだ独身だった老いのアルベールに成功が同伴者であった。2011年1月、モナコ女性連合はモンテカルロのレストランカフェドパリでアントワネット工女の90歳の誕生日を祝する大規模な晩餐会を催した。モナコのグレースコーヒー病院に長く入院した後、90歳で死去した。 葬儀は2011年3月24日、モナコビルの無限在の聖母大聖堂で執り行われた。意外の埋葬は、モナコビルの平和礼拝堂にて、近親者のみで行われた。皇女は、サンシャルル勲章大十字章の受章者であった。モナコのラ・コンダ・ミーヌには、皇女の名前を冠した、プランセス・アントワネット公園がある。最初の夫、アレクサンドル・ノゲトの間に、 婚前に三人の子を設けた。子供たちは、両親の婚姻に伴う純正により、着出死とされた。子供たちは、母が1951年に授与された爵位に基づき、マシー男爵の姓を名乗る。彼ら及びその子孫は2005年のレイニエ三世の死去に伴いもナコ行為継承権者の列から、排除されたが、レイニエ三世の直径に次ぐ。 潜在的な行為継承権を持つとされる。AB パレ、MC 情報でアーカイバリンクブールダウトモティッシュ、アインゲスエッツ、ウントナフホニヒトゲプルフト、ビッテプルーフオリジナル、ウントアーカイバリンクジェイマスオンライトングウントエントホーン、ダンディーゼンヒンワイス、ニホルラガ、ウェバシブ、イヤボット、www.pare.mc、ハット ABCDEFGH プリンセス、 アントワネット、メンバーオブモネコ、エス・ローヤルファミリーディクライドフォーハーアテンプト、ツーメデルウィズザ・サクセション・ナクルーフィン、ザ・インディペンデント・ォムニ・エープリル2011、ABCDEFGHI ・プリンセス、アントワネット・オブ・モネコ・ナクルーフィン、ザ・デイリー・テレグラフ・フォム27、MRZ2011、 ABCD 探偵 FRST アルベルト2、アントワネットフォンモナコイスト等、N24、デフォーム18、MRZ2011、オブジェルフェン AM30、MRZ2014ABC ネウ、ハリウッドブリープトピエイン、デルシュピーグルアウスガーブ35、1955、オブジェルフェン AM30、MRZ2014AB ベーセツン、 ホンプリンゼッシンアントワネット、トラウアーインモナコ、FRST アルベルト TRGT ザイネ、タンテズグレーブイン、ビルトホーム24、MRZ2011、オブジェルフェン AM30、MRZ2014F、RST アルベルト、ザイネジェリプタタンテイストゲシトルベニンブンテホム18、MRZ2011、オブジェルフェン AM30、MRZ2014 a b デアエルベホールジ、 フリークイン、デルシュピーグルアウスガーブ10、1953、オブジェルフェンエーム30、MRZ2014、エビープリンツアルベルト、シャーレーン &CEO、ヒアトラウアーンシェンウムタンテ、アントワネット、インブンテフォム24、MRZ2011、オブジェルフェンエーム30、MRZ2014。ありがとうございます。